トレーバンス・スターナーは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、レイクワース出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のワシントン・ナショナルズに所属。愛称は、トリプル T。2011年の MLB ドラフト20巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は入団せずに、ノースカロライナ州立大学へ進学した。この時のチームメートに、 カルロス・ロドンがいる。2013年には第39回日米大学野球選手権大会のメンバーとして来日している。2014年の MLB ドラフト一巡目でサンディエゴ・パドレスから指名されプロ入り。この年は参加の A-9、ユージーニ・エメラルズでプロデビューの後 A 級フォートウェイ・インティン・キャップスでプレーし、 二球団合計で69試合に出場して打率。323.5本塁が24打点、23盗塁の成績を残した。2014年12月19日にはシントンナショナルズ、タンパベレーズ間との三角トレードでナショナルズへの移籍が決定した。ただし、その年にドラフト指名を受けてプロ入りした選手は1年間移籍禁止という規約があるため、 2015年シーズンはまずパドレス参加の AA 級サンアントニオミッションズでプレーした。2015年6月14日に正式にナショナルズへ移籍した。移籍後は参加の AA 級ハリスバーグセネターズとトリプ AA 級シラキュースチーフスでプレー。また、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。8月21日にメジャー初昇格を果たし、同日のミルウォーキーブルワーズ戦で、 メジャーデビュー。9月3日のアトランタブレーブス戦でメジャー初安打を放った。この年メジャーでは27試合に出場して打率。225.1本類が1打点に盗塁の成績を残した。2016年は6月から中堅守及び二類種で起用され73試合に出場。打率34。342.13本類が40打点オプス。 937というトップレベルの成績をマーク。また、レギュラーシーズンの半分以下の試合数ながら、リーグ6位体となる33投塁を決めた。これらの活躍ぶりが評価され、新人王の投票では、コーリーシーガーに次ぐ2位にランクインした。自身初めてのプレーオフでも、5試合で打率、318.1打点、に投塁と結果を残したが、チームは、 ディビジョンシリーズで敗退した。2017年は本来の守備位置である遊撃手として起用された。4月25日のコロラドロッキーズ戦で自身初のサイクルアンダーを達成した。前身のエクスポーズも含めて球団史上9人目の達成で23歳300日での達成は MLB 史上24番目に若い。また、この試合ではチームの15点のうち 7打点を挙げた。6月29日のシカゴカブス戦で、ペドロストロップの投球を右手首に受けて骨折し、長期離脱となった。8月29日に復帰し、ポストシーズンにも出場したが、打率、143.1盗塁と結果を残せず、チームもディビジョンシリーズで敗退した。2018年は、声優劇種として定着し、 全162試合に出場した。7月5日のマイアミ・マーリンズ戦では、自身初の満塁ホームランを放つなど8打点と、活躍し、チームの9点3役点勝利に貢献した。7月8日、オールスターの最後の一人を選ぶ、オールスターゲーム最終投票の候補になった。しかし7月23日のアトランタ・ブレーブス戦では、打席で怠慢な行動をとり、 翌日の試合では、ベンチスタートになった。また、過去に、人種差別的、同性愛者差別的なツイートをしていたことが発覚し、謝罪の声明を出すということもあった。最終的に、全162試合に出場し打率、271.19本類が、45打点だった。43盗塁によりな、リーグの盗塁王のタイトルを獲得した。 2019年4月29日2019年4月2日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でバントを試みた際に右手の人差し指を骨折し1ヶ月以上離脱した7月23日のコロラドロッキーズ戦で自身2度目のサイクルアンダを達成した同一球団を相手に2度記録したのはフレッド・クラークとクリスチャン・イエリッチに続いて史上3人目複数回の達成は メジャー通算で26人目となった。最終的に122試合の出場で打率、298.19本塁打、57打点、35盗塁だった。しかしザー・マイナス7.0、DRS-10 と、守備では結果を残せなかった。ポストシーズンのワイルドカードゲームでは、PS 自身初本塁打を放ち、チームも勝利。 ワールドシリーズ第一戦では武器である足で投類も記録し、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献した。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンに。その中で打率335.12本塁が41打点、オプス982、12投類を記録し、安打数と三塁打数はリーグトップだった。 メジャーリーグの中でも最も足の速い選手の一人とされ、最速は時速 36.5km にもなる。幼少期から足が速く、自身もそこには自信を持っているようである。また、ュ話な打撃も持ち味で獲得したいタイトルは首位打者だと発言している。2013年に第39回日米大学野球選手権大会のメンバーとして来日しており、 その影響もあるのか好きな食べ物は寿司である。大学時代に出会ったクリステン・ハラベディアンと2018年10月に結婚した。彼女はかつて体操選手で、高校時代には全米大会で優勝してスポーツイラストレーテッドに乗ったことがある。ありがとうございます。